ここは一体どこでしょう。俺の世界にあったゲバル城とよく似ているな。それはどういう場所なのですか？クリミアとガリアという国の国境付近にあった城だ。なるほど、試練を与える場所としてここが選ばれたわけか。試練？敵だったデイン王国に追われていた俺と仲間たちはその城で包囲された。奴らとの戦力差は圧倒的で脱出路は完全に断たれていた。しかも親父が死んで俺は団長になったばかりだった。つまり俺が初めて大きな試練を迎えた場所というわけだ。そんなことが。その絶望的な状況でアイクはどうしたんですか？当然戦ったさ。大切な妹と仲間たちを守るために。あんたがもし同じ状況に立たされたらどうする？私も戦うと思います。誰も失いたくありませんから。そうだな、そうするだろう。だがここは試練の場だ。覚悟は口ではなく行動で示してみろ。試練、戦えというのですか、アイクと。ああ、この戦いを乗り越えれば俺たちの絆はさらに強いものとなるだろう。わかりました。でも負けませんよ。あなたを必ず乗り越えてみせます。その意気だ。さあ始めるぞ。Delcart。信じています。さあ見せてみろ、あんたの力を。私だってさあ踊ろう。覚悟はいいですよね。レスマス。世の出番か。行きましょう。すみませんが僕と組んでください。行こうか。ええ。神竜様の啓示が。えい。眠りなさい。楽しそうじゃ。はい、神どうか守りたまえ。優しいですね。短期決戦。よ楽してて。美しい花だったわ。なんなりと。処分しましょう。何も恐れることなどありません。私にできるなら。そなたはここのもとうじゃ。どうもありがとう。うむうむ。感謝するわ。平気です。好きにはさせません。覚悟はあるわ。俺からね。ごきげんよう。楽してね。よもどっせい手伝わせて。れに降りる。許されないわね。こちらからも行くぞ。俺の攻撃に耐えてみせろ。力を貸してください。寂しくありません。お申し付けを。エンブレムエンゲージ。まだ元気じゃ。平気よ。楽してて。煩わしい。許しをのために。 になってしまいそうじゃ。世の出番か。俺からね。真剣勝負。すまないの。まだいけますよ。それ、神よ、どうか守りたまえ。 楽してね。たいと遊ぼうや。はい。任せよ。美しい花だったわ。楽してて。まだです。肩代わりしたのか？許されないわね。眠くなってきました。感謝する。負けません。うございます。いずこじゃ。眠るのじゃ。パーティーの時間さ。花は美しく。寂しくありません。花園はどちらに？手伝わせて。ちょっと辛いかも。即戦即決。命の恩人だよ。えい、ありがとう。大好き。いいねいいね。任せよ。やっんのか。淑女のたしなみでございます。やり返しましょう。目をそらしません。紋章の導きです。おとなしくできるかよ。死する時まで。まだ元気じゃ。うむうむ。助かった。一心同体となろうぞ。気持ちいい。すみませんが僕が打ちます。ね。もう恐れない。優しいですね。私でございますね。何も恐れることなどありません。どうか守りたまえ。何も恐れることなどありません。神、どうか守りたまえ。負けません。楽してで。おお、なめてんのかい。淑女のたしなみでございます。短期決戦、楽しそうに。短期決戦、はい、一回。俺からね、楽しそうじゃ。はっ。なんで幸運なの？楽してね。よもー！楽しもうよ。盛り上がったね。俺からね。好きにはさせません。されるとは。ごきげんよう。紋章の導きです。花だったわ。花をめでる。何も恐れることなどありません。即戦即決、短期決戦、短期決戦。眠くなってきました。苦しいところは紋章さん。行こうか。ありがとうございます。寂しくありません。ヘラット打ち果たされるとは。神、どうか守りたまえ。何も恐れることなどありません。眠くなってきました。余裕です。手伝わせて。手を煩わせたわね。剣を交える前からあんたの気迫が伝わってくる。気持ちで負けていてアイクに勝てるはずありませんから。そこまで分かっているのならもう言うことはないな。全力で来い。俺も全力で応えよう。俺からね。楽しそうじゃ。任せろ。波でございます。ブレムエンゲージ。淑女のたしなみでございます。失礼いたしました。てよもーやっもう寂しくありません。楽してで、はいって必殺一撃カット。まだ未熟ね。やっ出会えてよかったよ。それ助かりました。手伝わせて。眠くなってきました。私にできるなら全撃勝利。戦いだった。見事だ。よくこの試練を乗り越えたな。ありがとうございます、アイク。これから先の戦いは今まで以上に激しく厳しいものになるだろう。くじけそうになることもあるだろうが、それでも平和をつかみ取るために進み続けるしかない。あんたたちの戦いに退路はないんだ。そうですね。私たちが引いたら世界は闇に包まれてしまう。ですが、そんな戦いを続けることができるのか、少し不安にも思うのです。心配するな。あんたの力は見せてもらった。それにあんたには仲間や守るべき者たちがいるだろう。心が折れそうになった時はそのことを思い出せ。その絆があんたの心を奮い立たせてくれる。わかりました。その言葉を心に深く刻んでおきます。忘れそうになったらまた俺が思い出させてやるさ。そのためにも私の隣でいつも見守っていてくださいね。ああ、必ずあんたのそばにいる。ありがとう。これからもよろしくお願いします、アイク。ほう。はい。えっ、占いの結果は素晴らしいです。聞いてください。じゃあ、あら、聞くのじゃ。すごいわね。お話があるの。そうだね。へえ。すごい。おお。同じ王者という立場としてあなたのことが羨ましいわ。あなたは素直で周りを温かな気持ちにできるから。そんな風に褒めていただくのは初めてですね。ありがとう。嬉しいです、アイビーさん。リン殿は未だに世の予知能力を信じてないようじゃ。どれ、今度はそなたのリクエストを受けてやろう。本当？確か微妙なことの予知だったわよね。明日の朝食には何が出されるでしょう。ほう、面白いではないか。結果もすぐに確かめられる。よし、朝食はおにぎりじゃ。おにぎりが良い。ってそれは予知じゃなくてあなたの希望じゃない。あまりに身近な内容を予知してもらうのも考えものね。1、2、3、4。5、6、7、8。って、セハダス、ちょっと待て。パンドロ、また足が絡まったの？仕方ないだろう。ずっと自己流で踊ってきたんだから。これは基礎から勉強した方がいいのかも。じゃあ、自由に踊れないってことか？仕方ないよ、パンドロのためだし。俺だって昔はまともに踊れなくてさ、舞踏家の師匠に教わって変わったんだ。厳しい特訓で何度も逃げ出したくなったけど、今ではいい思い出だ。あの時師匠がしてくれたように俺もパンドロに踊りを教えてみせるから。そんなこと。俺は頼んでねえよ。えっ、俺はパンドロのためを思って。俺はただ楽しく踊りたいだけなんだ。だからもうやめさせてもらうぜ、セダス。少しの間だけど教えてくれてありがとうな。パンドロ。いらっしゃいませ。食事での体型管理は大切ですよね。どうしたら喜んでもらえるかな。えい、太る料理になっちゃったかも。刺激的でいい味ですます。おいしいな。宴で出したいぜ。さっきの食事を詰めたよ、どうぞ。どれにするんだ？そこに投げてみるか？今だ！釣りは成果が全てではない。続けるか？どれにするんだ？そこに投げてみるか？今だ！良い成果だ。やるな。続けるか？どれにするんだ？そこに投げてみるか？今だ。釣りは成果が全てではない。続けるか、どれにするんだ。そこに投げてみるか。今だ。釣りは成果が全てではない。続けるか、どれにするんだ。そこに投げてみるか。今だ。素晴らしい成果だ。私も驚いたぞ。続けるか、どれにするんだ。そこに投げてみるか。今だ。釣りは成果が全てではない。また来るといい。喧嘩は先手必勝。敵の攻撃を受ける前にこちらが攻撃をすれば勝てるでございますです。そのために必要なのはこれです。お瞬発力。お瞬発力。相手に先手を取られた場合でもこれさえあれば攻撃を避けられるでございますですわ。なるほど。神竜様、何か疑問がありますですか。パネトネは貴族の令嬢のようなのに喧嘩が得意なのは意外だと思いまして。ま、隠す必要もありませんですわね。私はお貴族様ではございません。それどころか昔めっちゃくちゃに荒れていたでございますです。え？私の両親は最低最悪でございました。実の子の世話すらせず遊び歩いてばかり、主君である姫様に勧誘されるまではほぼ一人で生きてまいりましたです。喧嘩の腕はその頃身につけたのでございますですわ。苦労が多かったのですね。今考えれば逃げだったのかもしれませんが、家出したおかげで今がありますですわ。パネトネの昔話、もっと聞かせてください。その時の経験や知識はきっと役に立つものばかりだと思います。そう言っていただけるなんて嬉しいですます。過去の苦労が神竜様のお助けになるならいくらでもお教えいたしますですわ。聞いてほしい。あ？今日はどうしようか。体と相談して決めてくれ。素晴らしい。聞いてるよ。かっこいいよ。聞いてるよ。素晴らしい。かっこいいよ。素晴らしい。かっこいいよ。素晴らしい。聞いてるよ。かっこいいよ。聞いてるよ。かっこいいよ。素晴らしい。僕も幸せだよ。また一緒に鍛錬しよう。相手か、どれに挑戦する？いってらっしゃい。見惚れてしまったわ。さすがは神竜様ね。また来てちょうだい。どれに挑戦する？また来てちょうだい。またいらしてね。受けたま。受けたまわりましょう。受けたまわりましょう。受けたまわりましょう。またお待ちしてます。自警団長フォガート、行くよ。我が名はメリン、お相手願おう。完敗だ。さすがです。いい時間をくれてありがとう。このパンドラと共に祈りましょう。アルパカの里の勇者アンバーだ。せい、何すんだ。悔しいがおめでとう。神、勝利に感謝します。姉とね、いざ参りますです。晴れ舞台になるといいけど、次こそは勝つんだから。すみません、お怪我はありませんです？ソルム王城兵パネトネでございますですわ。俺はアイク傭兵だ。バチボコにしてやんぞ。次こそは必ず。すみません、お怪我はありませんです？エーデルガルトさん、リーフ、戦おう。殿、イルシオン王城兵ロサードだよ。リーフだ、手合わせ願うよ。覚悟いいよね。もっと強くならなきゃ。かわいいの勝利だね。俺はかわいいものが好きなんだ。かわいいことは正義ってね。君は分かりやすいね。それでは共に行こう。お互いの正義のために。努力と感情見せちゃおうかな。レンスターのリーフだ、相手になるよ。はい、まだだ。ここだ、はい、もっと強くならなきゃ。かわいいの勝利だね。アイビー、参ります。 A リーグです。お見知りおきを。はっ、まだです。兄上に合わせる顔がありません。単なる偶然よ。あら、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。またいらしてね。承りましょう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 。またお待ちしてます。承りましょう。またお待ちしてます。あら、またいらしてね。承りましょう。またお待ちしてます。かわいい俺がおこしに参りました。へえ、綺麗な寝顔。せっかくだし絵に描いて記念に残しておこうっと。こうしてこうして、おうまくできた。おはようございます。あ、これですか？寝顔があんまり綺麗なんでつい。後でカフェに貼っておきますね。え、ダメ？しないでください。カムイです。負けませんから。はっ、まずいです。悔しいです。なんとか勝てました。私は幼い頃、お城の中にいる時間が長くて、外に出た時は何もかもが新鮮に感じました。その気持ち、わかります。私たちは、どうやら少し似た境遇のようですね。フィレネ王女兵ルイです。私はカムイです。よろしく。はい。このままではね。えい。悔しいです。僕の勝ちですか。嬉しいですよ。ルイさんは私に仕えてくれていた執事と似ています。常に一歩下がって支えてくださっているところが。多分その執事の方と僕は違います。僕が一歩下がっているのは、できる限り僕の存在を消すためですよ。私が相手でいいのかしら。カムイです。負けませんから。悔しいです。単なる偶然よ。あら、ごきげんようカムイ。何かご用かしら。あ、いえ、少しお話でもと思って。でもお忙しいならまた今度にしますね。イルシオン王女兵カゲチじゃ。私はカムイです。よろしく。おい。やっ、乗車必須。悔しいです。いやよいやよも好きのうちじゃろ。カゲチさんを見ていると、昔私が過ごしていた国のことを思い出します。なんだか雰囲気が似ているというか。ほう、世と雰囲気の似た者たちがおるのか。見ずともわかる。きっと素晴らしい国なのじゃろう。俺とウェイしましょう。カムイと申します。いざ。えい。このままでは。勝利に感謝します。紋章師であるカムイ様に聞くのははばかられますが、もし何か懺悔があれば伺いましょう。懺悔？ああ、パンドラさんは聖職者なのでしたね。でも今の私に迷いはありません。ご好意に感謝します。ソルム王女兵パンドロだ。カムイです。負けませんから。まずいです。悔しいです。神よ、勝利に感謝します。君は気が利くんだな。あまり見られると気持ちいいものだ。またぜひお願いするよ。綺麗にしてもらえると嬉しいよ。ちょっとピカピカだね。嬉しいな。綺麗にしてね。恥ずかしいわ。気持ちよかったわ。ありがとう。仕上がりが楽しみです。くすぐありがとうございます。とてもさっぱりしました。お手数おかけします。ぐすっとっても気持ちよかったです。よかったらまた。もっと綺麗になりたいです。すごく綺麗になりました。ありがとうございます。お、ああ、なんだか不思議な気分だな。ちょっと眠いの。ちょっと恥ずかしい。あなたに撫でてもらうの大好き。あなたになら安心して任せられもうおしまい。あっという間だったわね。